毎度、局長です。はい。計量の日が来ました。昨日、リミットやったけど、水分飲んで、で今日来て、400オーバーまで増えたかな。飲んで。で、お風呂ちょっと使って、今100オーバーなんで、まあ、ちょっと唾吐きしながら、まあ、計量会場に向かって、まあ、計量乗ろうかなと思うんですけど、前回も当日ちょっとお湯使ったから、まあ、我慢やな。あと1時間半ぐらいかな。頑張らん。目がすごいです。もう肝臓悪いんじゃ、内臓ちょっと大丈夫かなっていう顔色してるな。吐く。頑張ってくるね。見てくるね。行こうか。よし、行くぞ。今、トレーナーの大口さんの送迎で迎えに来てもらって、これから計量会場に向かいます。はい、ありがとうございますいつもありがとうございます。ありがとう、バッチリおーすはい、計量会場着いたんですけど、落ちたかな。結構唾が出ました。いやまあちょびちょびやん、ね、まあ移動します。よし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 ちょっと前、あれ、なんだっけ、58、いくつだね、58です。しゃっ2パターン Before 4 o'clock come here。果汁 100% オレンジジュース、今回も特製鶏雑炊、あっちゃん、よし、いただきます。やば、めっちゃ腹減った。あっちゃ、うわ、うまっ。うわ、特製ドリンク作ってもらったらめっちゃうまい。レモンと蜂蜜と炭酸水、めっちゃうまい。はい、もうなくなっちゃうよ。うまい。ダメじゃん。トッピングの鮭まだ残ってたんです。いただきます。で、相手のオーバーにするから、まあ、うん、やっぱダメなことですけど、まあ相手もね、フィリピンからこっちに来てっていう挑戦の中での、まあ、ミスっていうかね、誤算だったと思うので、まあ放棄してるわけではない、そういうまあ気概を感じたので、ね、まあ勝ちに来ると思うのしか油断なく、まあ明日、まあ、全力で挑むだけなので、まあしっかりね、落とし切っては来てほしいなという思いはあります。改めてこの今回の試合のテーマは、もう改めて公言もしてるんですけど、まあ、ノックアウトで勝つっていうのは自分の中で大きいテーマなので、うん、倒して勝ちたいですね。前回のその初めてのフライ級の中で、その何かまた体験して新たにこう新しいことを、まあでも前回初めてフライウェイトで戦ってみて、もう感じたものっていうのは、まあ、パワー不足だなとか、そういったものは、まあ、特には感じなかったんですけど、まあ、自分の中でまだまだこう伸びしろというか、やれる部分あるなっていう思いと、うん、まだ強くなれるなっていう思いは感じたんですけど、まあ、前回はすごく、まあ、再起、初めてのプロでの再起戦だったので、ちょっと慎重になりすぎてたっていうところで、まあ、判定だったので、そこはちょっと悔やむなっていうところではあるんですけど、まあしっかり完勝できたのは大きかったんですけど、まあ、今回はだからこそ KO にこだわりたいなっていう思いが強いです。拳の方は大丈夫ですか。そうですね、はい、どれぐらいだ、1ヶ月後ぐらいにもスパーやったんで、はい、なんか巻き方変えたり、厚みをちょっと増やしたりとか何回か試しましたね。まあそこはトレーナーと話し合いながらやっていきます。白鵬君のちゃんなんですよ。白鵬ちゃん女の子なんですよ。
はい、ちょっと情報不足でした。すみません。今日お見送りしてもらいましたよ。はい、はい、まあでもいい、生活も変わって、まあ、家住む場所も変わって本当心機一転になったので、まあ、明日は本当に、まあ、進化した部分見せたいなっていう思いがあります。明日は来る、それとも家から応援、犬ですか、じゃあ来るか、家から応援か、あの家族、あ、家族来ます来ます、はい、いや、犬の話してる。あ、確かに、まあ、犬もいいかったしね。あの応援来てくれますよ。犬は来ないし、もちろん俺ずまんしまります。高学園ホール、あの、ムドラセの前以来です。久しぶりですよね。セコンド何回も行ってますけど、はい、試合リングに上がるのはそうだ、18年の9月25日以来か、はい、4年ぶりなんで、久しぶりですね。そう考えると、でも後楽園ホールの雰囲気は好きなんで、うん、こうそういった雰囲気も楽しみつつですね。スパーセコンドについたから10回以上聞かないぐらいですよね。そうですね、もう、まあ、10回以上ついてるかなっていうのはありますけど、はい、何食べてたんですか。あの、前回同様、あの、妻が作ってくれた雑炊を食べました。ご栄養のあるもの。そうですね、具材具沢山で、はい、から試合までずっと家庭料理です。あ、今日でも夜あのサムゲタン食べに行きます。あ、食べに行きます。サムゲタン食べ、はい。ありがとうございました。はい、高山。ブラチ。バッチリ。じゃあこれから帰宅ですね。家に帰るんで、明日は応援よろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。